ヒラセせ亀は、石亀か箱亀属に分類される亀。インド北西部、タイ北部、中華人民共和国、ベトナム北部、ミャンマー北部、ラオス北部、ベトナム中部最大高長20.2センチメートル。廃坑は上から見るとやや細長い。C パ板とアバラカンパ板に筋状の盛り上がりがある。廃坑の中央部は平坦。円外は、状に尖り、 特に後部縁甲板で顕著。廃校の色彩は、褐色や、赤褐色、高褐色、暗褐色で、キールの周辺や、甲板の継ぎ目、外縁が、暗色がかる個体もいる。復興はやや大型。左右の喉甲板の間に浅く幅広い、切れ込み。左右の甲甲板の間には深く狭い切れ込みが入る。蝶図は発達するが、蝶図より後部の復興を折り曲げても、 廃坑との間に隙間ができる。復興の色彩は黄色や泡褐色で甲板ごとに暗色斑が入るが個体変異が大きい。頭部はやや大型。粉炭は突出せず、粉炭は針状に尖る。頭部の色彩は褐色で虫食い状の暗色斑が入る個体が多い。側頭部に明色の反転、細い縦縞や黒く縁取られた。 黄色く太いた手島が入る個体もいる。獅子を覆う鱗は発達し、全種背面は丸みを帯びた大型鱗で覆われる。指跡の間に水かきが発達しない。甲子と大きい部の間には短い棘状鱗が並ぶ。尾は長い。獅子や尾の色彩は灰色や暗褐色、黒。卵は長径4から5.6センチメートル、短径2.5から2.7センチメートル。 孵化直後の幼体は、口三3.5から3.9センチメートル。幼体は腸つがいがあまり発達しない。オスは、復興後部がわずかにへこむことがあり、また交際が赤や赤葛色の個体が多い。幼体やメスの生態は、交際が高褐色。廃校は角張り、中央部より後部で最も幅広い。復興の甲板を縁取るように暗色斑が入る。 廃坑は丸みを帯び、中央部で最も幅広い。復興に放射状の暗色斑が入る。容体の蝶子外が,が発達しないことから、丸がめ属、頭骨の形態から、山がめ属、本種のみで、平瀬がめ属ピックスイデアに分類されたことがあるが、分子系統学的解析から、箱がめ属と単系統群を形成すると推定され、箱がめ属に含める説が有力。本種と、 萌ハ木箱亀の主観雑種が誤って萌ハ木箱亀の亜種の小ヘリ萌ハ木箱亀からガルブイニフランズセルロタとして記載されたこともある。丘陵などにある常緑紅葉樹林や落葉紅葉樹林に生息し、湿度が高い河川の周辺などを好む。陸生で野生下では水に入ることは稀。植生は雑食で、飼育下では昆虫、ミミズ、果物などを食べた例がある。 繁殖形態は卵生。飼育下では6から9月に1回に1から5個の卵を産んだ例がある。卵は摂氏28度の環境下で97から108日で孵化した例がある。種小名モウホチーはヘンリムアシュオプストセラセガメのアシュ商名アブスティはフリッツユルゲンアブストへの懸命。生息地では食用とされることもあり、復興は薬用になると信じられている。 開発による生息地の破壊や食用や薬用の乱獲などにより生息数は激減している。2002年にワシントン条約付属書2に掲載された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量は少ない。以前は輸送状態が悪く甲羅の海洋をわずらったり、寄生虫によって状態を崩していたり、低温にも高温にも、 弱いことから飼育の難しい種とされていた。飼育下では、配合飼料に餌付く個体もいるが、餌の好みが個体によって大きく異なり、変色する個体もいる。動く獲物を捕らえることも苦手なため、昆虫などを与える際には殺してから与える。ありがとうございます。